皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は今こちらの方に出している内容になっています。2022年11月13日に納車されたこのレガードネオプラスが、前年モデルと大きく変わった点が5個ほどあります。その5個をまずご紹介したいと思います。そして約2ヶ月このレガードネオプラスに乗ってみて、うわーすごいやっぱりいいなと思うところ、それを6個ほど、そしてちょっと残念と思うところを3個ほど、ご紹介したいと思います。これはあくまでも私の感想になります。最後までご覧いただけると嬉しいです。2022年モデルが以前のモデルから大きく変わったところを5点述べてみたいと思います。まず1番目にベース車が新型カムロードという後輪がダブルタイヤの車両になっていることが一番大きな変更のポイントですね。それに伴って後輪のリーフの形状が変わり、後部の車高が少し変わったので、後部の下側ですね、下側を擦ってしまうということがなくなるだろうと言われていました。これはとてもありがたいですね。冷蔵庫が65リッターから88リッターに変更されたことに伴って、水タンク、清水タンクが約60リットルになり、ボイラーに約22リットル入るので、合計では約80リットルのお水が使える形になります。夫婦2人ぐらいはシャワーが浴びられるかなと思いますが、これに関してはまだシャワーを使っていないので、シャワーを使ってみた後に別の動画として紹介させていただこうと思っております。サブバッテリーとしてはリチウムイオンバッテリー428アンペアが搭載されています。前のモデルでは100アンペアを3個搭載されていましたが、2022年モデルは1個で428アンペアということになっています。この容量は新型カムロード用に新たに作られた横浜モーターセールスの特許製品である FRP1体成型ヘミモノコックフロアユニットの形状に合わせて、作ったら428アンペアになったと言われていました。今現在は冬場ですので、サブバッテリーを消費するエアコンをつけていないので正確な数字は分かりませんが、お聞きしたところによると、夏場に冷蔵庫、エアコン、照明、テレビなどを夕方6時から朝6時まで使った状態で約200から220アンペアほどサブバッテリーを消費するということです。走行充電は前のモデルと一緒とのことで、1時間に約70アンペアの充電が可能らしいので、サブバッテリーを再び満タンにするには3時間ぐらい走ると良い感じになりますね。今年の夏には念のため RV パークの電源サイトに止めた上で、電源サイトにつながない状態でサブバッテリーの消耗具合のテストをしてみたいと思っています。次に横浜モーターセールス製のレガードネオプラス専用のバンパーがこちらになります。ベース車が変わり、安全装置などが付けられています。ベース車についているセンサーの部分をうまく切り抜いて付けていたり、フォグランプの位置も干渉することなく付けてあります。またブレーキシステムのところもうまくセッティングされています。まるで純正のような感じがするバンパーですね。さすがだと思います。燃料タンクは運転席の後ろ側にあります。今回からアドブルーが必要になってきたので、軽油が80リッターから60リッターに変更されています。アドブルーは13リッターになっているとのことです。
レガードネオプラスの素敵なところを、それを6個ほど述べたいと思います。まず1番目に外装面が全塗装されているということ。他社のキャンピングカーだと船と一緒でゲルコート仕上げが通常の施工になるようですので、2年ぐらいすると色が褪せたり黄ばんできたりして見た目が悪くなるそうです。とは言っても FRP は、乗用車のように焼き付け塗装をすること、すると溶けてしまいます。そこで、横浜モーターセールスさんではボディを全塗装しているとのことです。この技術は昔からやられていて高い評価をされているとのことです。これによって10年ぐらいは綺麗な状態が保てる。実際に13、14年経っても綺麗に乗っていられる方も多いそうです。キャンピングカーの洗車ってとっても大変なので、できるだけ手抜きができるように我が家ではその上からガラスコーティングをかけています。2番目として室内に独特の匂いがないこと。これが素晴らしいと思います。夫が仕事柄薬品関係を扱っていることもあって、化学薬品過敏症なんですね。匂いにものすごく敏感なんです。よく新車の匂いって言われる匂いがレガードネオプラスに感じなくて、伺ってみたところ、横浜モーターセールスさんはシックハウス症候群の原因になる物質をできるだけ揮発させてから組み立てられるそうです。今では自動車工業界に入られているキャンピングカーメーカーさんはあるようですが、昔は横浜モーターセールスしか入っていない時期もあったそうです。横浜モーターセールスさんというのは知る人ぞ知る、私たちがよく見る救急車や消防車などの特殊車両なども製造されている会社です。安全なものづくりに長けている会社です。ですから車として走行安定性や乗り心地、人に優しく長持ちするというところを主眼に置いている会社ですから、安心して乗ることができます。こういった一見木に見えるような場所も FRP で作られているということには大変驚きました。 FRP で作られているので木材と違って軽くてさっと拭いても拭き取ることができるし、汚れを拭き取れますし、接着剤の匂い等も十分に揮発させてからの組み立てになっていますので、一台一台出来上がるのにはものすごく時間がかかるということで、納期が遅くなったこともうなずけるというところでした。この L 字型ソファーがとってもお気に入りな場所です。今夫が横になっていますけれども、わかりますか？少しだけ休みたいとき、ちょっと横になれるスペース、これってとてもあると便利なわけです。ベッドで寝るほどではないけどなーっていう時にはとても便利だと思います。ただこちらをこのようにしておくと、ドリンクホルダーが出てきて運転席や助手席からの移動が簡単にできるようにもなります。我が家では横になることを優先しているのでソファーにしています。そしてソファーの下はこのようにポータブル電源ジャクリ1500がぴったり入っています。リチウムのサブバッテリーが428アンペアあるのにいるのって思われる方もいると思いますが、同時にドライヤーとか使いたい場合もあるので念のためポータブル電源も載せていますが、邪魔にならず快適です。走行充電のコードも運転席のシガーソケットから取れます。この状態で運転席から助手席も移動が十分にできます。プルダウンベッドの寝心地は思った以上に快適です。最初揺れたりしないのかと不安でしたが、全くそのようなことはなく、しっかりと固定されています。夜中に FF ヒーターが効きすぎて暑くなった場合でも簡単にマックスファンに手が届いて操作することができます。
基本的にこのプルダウンベッドは私だけが寝るスペースになっています。私がちょっと先に休みたいなと思った時にでも、夫がこのように下で座って作業することもできますので、気兼ねなく先に休むこともできます。これはとても嬉しいポイントです。そして、第3シートからの眺めが最高に素晴らしいところ、これが私のお気に入りのポイントでもあります。他のキャブコンと違って、運転席、助手席の人と同じ目線になるように座席が作られています。一緒に景色を楽しむことができる、これはとても素晴らしいポイントだと思います。右側には大きな窓もあるので、もしかしたら運転席、助手席の方よりも眺めが良いのかもしれません。このことができるのはレガードネオプラスの特殊構造のためです。通常のキャブコンはメインフレームがあって、サブフレームがあって床があるという3層構造になっているそうです。ところがレガードネオプラスはメインフレームがあって、その上に横浜モーターセールスさんの特許取得済みの FRP 一体成形セミモノコックフロアユニットというのがあって、それで剛性を取っているということで、サブフレームがなくて、その分14センチくらい床が低くなっているとのことです。ですから室内光はそのままで、床だけ下げているので高さがあって空間も広くなっているということです。こういったことから、第3シートに座った時に運転席や助手席と同じ目線になるとのことです。これ実際に座ってみてすごいなと感じた点です。通常このように使用者から見えないところ、先ほどの外装塗装もそうですけれども、こういったところにお金をかけているので販売価格が高くなると LT キャンパーズの社長さんが笑われていましたが、私の一番のお気に入りのポイントでもあります。もちろん走行安定性がとても素晴らしいところが気に入っています。今回の買い替えのポイントとなった走行安定性ですね、これは新型カムロードになって後輪がダブルタイヤになったこと、車両自体が低重心で作られていてシャーシ延長されていたり、スタイルがですね、バンク部分が、通常のキャブコンのように突き出していない構造になっています。これも風の抵抗を抑えられていることにつながると思います。さらに追加でスタビライザーやショックアブソーバーなどのオプションも追加したこと、すべての相乗効果で得られる走行安定性だと思います。また6速オートマチック車になったことでもスムーズな運転を後押ししてくれているとも思います。レガードネオプラスのちょっと残念なところを3つほど述べたいと思います。まず1つ目としては、燃料タンク、アドブルーのタンク、この関係で外部収納庫が以前あったもの、こちらの写真に出ておりますけれども、あったものがなくなってしまったこと、これはとってもショックだったです。匂いの出るゴミなどは、結構な量になること多くないですか。こちらにあるような小さめの外部収納庫は、ありますが、これだけだとちょっと少ないかなと思っていたので、ここの部分が、収納がなくなってしまってとても残念です。収納に関してですね、 LT キャンバーズの、社長の牛山さんも言われていましたが、収納に関しては他のメーカーのキャンピングカーに比べて少ないと思います。というかおしゃれ感もないし、使い勝手が今一つと私は思います。ご覧いただいてわかると思いますが、上部の収納は薄くて物を入れにくい感じですね。ただこれに関しては走行安定性を重視しているレガードネオプラスですから、低重心設計になっているので、上部に大きな収納部分を作ったら意味がないという観点からだと思いますので、仕方ないなと思っています。
我が家は夫婦だけの利用がメインなので、後部の2段ベッドの上部を収納スペースとして使うようにしています。ですからちょっとキッチン用品を取り出したりするのが大変かなと思っていますが、慣れれば大丈夫かなとも思います。我が家でもキッチン周りは物を出さない収納をしているので、こんな感じかなと思いますね。ここはこれからもすぐ使うポットぐらいしか出さないと思います。今回から冷蔵庫が65リッターから88リッターに容量が大きくなったことはとっても素晴らしいと思うのですが、この内部の形状が私的には残念でした。ご覧いただけるとわかると思います。この扉の部分ですね、これ飲み物を通常入れる場所です。こちらには、このようにへこみがあって、ボトルを入れるのには動かないようになってとてもいいとは思いますが、今回ですね、私は毎日毎日牛乳を飲むので、このパックが入らないんですね。わかります？このパック入らないんですよ。これがとっても残念なところになっています。いかがでしたでしょうか。人それぞれですね、考え方も感じ方も違いますので、私のいいなと思うところと残念だなと思うところ、共感いただけるところといただけないところがあったかもしれませんけれども、私の率直な感想です。もうすぐですね、1ヶ月弱ですよね。2023年の2月の上旬に、2023年モデルという形でキャンピングカーショーが開催されると思います。そこでこのレガードネオプラスがどんな風に進化するのか、今からワクワクしています。楽しみです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。